三塚博士、三塚博士、三塚博士、1927年、昭和2年8月1日から2004年、平成16年4月25日は、日本の政治家。衆議院、議員、10期、運輸大臣、第57代、通産大臣、第50代、外務大臣、第116代、大倉大臣、第102代、衆議院議員運営委員長。 第44代、自民党政務調査会長、第35代、第38代、自民党幹事長、第31代を歴任。肖像井朝日日大受賞。血液型大型。宮城県東田郡北浦村、玄美里町で、男6人、女8人の14人兄弟の7番目として誕生。宮城県立小ご農林学校、玄宮城県小ご農林高等学校、 東京高等獣医学校、現日本大学生物資源科学部へて、早稲田大学第一法学部へ、学士入学し、1951年に卒業。在学中は郵便会に所属。大学卒業後は、本間俊一、星名善志郎両衆院議員秘書を経て、1959年の宮城県議会議員選挙に立候補するも落選。 県土従来を期した次の1963年に宮城県議会議員に初当選2期務める1970年には自由民主党宮城県連の一方的な要請により仙台市長選挙に立候補し落選するが1972年の第33回衆議院議員総選挙に自民党公認で立候補し初当選を飾る以降十期連続当選当選同期に 小泉純一郎、加藤孝一、山崎拓、石原慎太郎、村岡健三、安岡沖春、河原緑、落ち道を、野田武氏、深谷隆史など、派閥は福田派安倍派に属した。新人議員の頃に、政嵐会の結成に参加。中川一郎の信用を得て、福田派議員でありながら1979年に、設立された中川派の幹事長を務める。 政策通であり、同じ派閥の加藤むつなどとともに、運輸族の有力議員として知られ、九百八十五年に運輸大臣として初入閣、国鉄分割民営化財政構造改革路線の推進に尽力した。九百八十六年、安倍が福田派を継承すると、三塚は花井事務総長に就任し、加藤森吉郎、塩川正十郎と共に、 安倍派四天皇の一人に数えられる実力者へと成長する。派内の後継者候補と目されるライバルが四天皇として並び立つ構図は、1988年のリクルート事件の発覚により、加藤と森が謹慎を余儀なくされたことで崩れ、事件に無関与だった三塚は通産大臣、外務大臣、自民党政調会長を立て続けに歴任。 異例のスピードで重要役職をこなす。1991年に安倍晋太郎が死去すると、加藤との36戦争に勝利し、安倍派を継承。三塚派とした。派閥を率いて自民党総裁選挙に出馬し、結果は落選。その後も自民党幹事長、第二次橋本内閣で大倉大臣を務めるなど、首相、総裁候補として、 申し分のないキャリアを積んだ。1997年には、第二次橋本内閣の蔵床であり、清和会21世紀を考える会の会長であったが、4月の衆議院本会議では、大倉大臣として外国為替及び外国、貿易管理法の改正法案の趣旨説明を行った。同改正法案は、日本国が他国に対し、 国際連合の決議に基づかずとも独自に経済制裁等の措置を講ずることを可能とするものであった。しかし同年、山市証券、北海道拓殖銀行の経営破綻といった未曾有の金融危機に見舞われた際に目立った指導力を発揮できず、北海道拓殖銀行の資金繰りが行き詰まり、北洋銀行への営業譲渡に追い込まれたのが1997年、 平成9年11月17日、大倉省は、五層先断方式の維持を、北海道銀行との合併にかけたが、道銀側の反対が根強く、大手20行は1行だりとも潰さないとする、国際公約はもろくも崩れ去り、1997年、平成9年11月24日に、山市証券が経営破綻し、三塚は、 マーケットを無視することはできないと敗北を認めた。大倉省接待汚職事件の責任を取って大倉大臣を辞任した。また、1997年の宮城県知事選挙で自民党推薦の市川一郎が敗北するなど、宮城政界への影響力も低下した。結果、内閣総理大臣への夢は叶わず、翌年には森に派閥会長の座を譲って三塚派から派とし、 政界の第一線から退く形になった。その後、政は政策研究会の名誉会長となる。2001年の自由民主党総裁選挙では自身と、当選同期の小泉純一郎を支持した。2003年の第43回衆議院議員総選挙には出馬せず、政界を引退。2004年4月25日死去。 発表されている死因は、肺炎、一節には肺癌を発病していたという。幸福の科学の観光物によれば、1991年に妻の久子が同教団に入会し、その後本人も正会員になったとされる。幸福の科学は三塚を会員と認識していたが、1995年8月14日、時点の本人側の見解を報じた報道には、 幸福の科学からの一方的指示であり、ただただ困惑しているとの三塚大義事務所のコメント、及び書籍は購読しているが、正解員という認識はないという本人の発言がある。また1996年に、本人は褒め殺しだろうと、私のスタッフはガードした。代表の大川、は、流さんとは会ったことはないと述べている。一方、 1995年7月10日の東京ドームでの幸福の科学の祭典、五星単祭で、大川隆法の講演、新生日本の指針に参加し、会場の舞台の画面に、三塚の映像メッセージが示され、集まった5万人に紹介された。この大川の講演では、当時発生した松本サリン事件や、地下鉄、サリン事件に代表される、オウム事件の解決に尽力したのは、 三塚であり、事実上の内閣総理大臣とし、国家危機管理に死死粉陣の努力をされたと評価された。また当時の経済運営や日米貿易摩擦などの外交問題での政治手腕なども評価をし、次期総理大臣に推薦との大川隆法の言葉があり、それに賛同する東京ドームの監修から大きな拍手で評価され、 この採点の状況はマスコミに報道され、書籍、新生日本の指針や VHS ビデオで反布された。幸福の科学は、書籍、三塚博史総理大臣大暴論を1995年8月に発刊したり、雑誌、ザ・リバティ1995年10月号で首相候補を採点するなどの特集で、三塚を最高点で評価した。 1995年8月8日には、東京日比谷の野外音楽堂を中心に、日比谷公園に約10万人が集まり、三塚総理実現のための集いが開かれたりした。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。